さあ今回も三国無双英傑伝やっていきたいと思います。さあ今回も私有戦鬼神を超えて、ほら呂布ですね。偽りの曹操らを模して利ぞけた趙雲の前に今度あの鬼神が蘇ると。いやいや我らを舐めちゃいけませんよと言いたいとこですね。もう呂布に、呂布なら最後じゃないかな。呂布戦後私有見誤っていたか。では力なくしては破れなかった鬼神、そいつに相手してもらうとしよう。いい試みだね。そんな音すんの呂布。ロボット、これは呂布か。しかも一人でないと。何、ね、いっぱいの呂布が。シリ、あ、ライヒン、シガーク無事だったのか。何言ってんだ。お前が手を抜いて俺を攻撃したんだろう。それより恐れてたことが起きてしまったか。一体レイカ殿やお前に何が起きたというのだ。シユは倒されたが、その身を彼女の力と共に死産させたんだ。そして自らの心を彼女の中に植え付けた。だから彼女は天界に帰れず封印されたんだ。その体の中にシユがいたから、氷柱に触れた際封印の無念が伝わってきた。その思いが俺の中で徐々に大きく強くなっていった。彼女を取るかシユの復活を阻止するか。バカな話を。気づいた時点でさっさと娘ごと破壊すればよかったものを、何とかしようとあがいていたんだからな。石壁で見せられた力があまりに強大すぎた。もう三つで人の手に負えなくなるのなら、四つ五つになるとどうなるかわからない。だから麗華さんより先に力を手に入れて、その力で倒そうと考えたんだが、悲壮切迫だった。なぜそれを話してくれなかった。シリュウは主と国を手に入れようとしていた。それを邪魔したくなかったんだ。俺は全員を助けようとして誰も救えなかった。愚者の残業を死んだか。ならば鬼神の刃で今度こそあの世へ行け。よし、入ったのかな。どうなんだろう、いるのかな。いるんなら持ってくぞ。こんな工事を置いて。いないね。わかんない、いてもわかんない。いないか、よし。あ、緑色、あ、いますね、一応。味方 NPC としているか。いや、レベルに差できましたね、一気に。前回ね、終わりがけにレベル上げをね、できるチャンスをいただいたので、ね、だいぶレベル上げちゃいましたね。もっと上げれたんじゃないかなっていうのあるけど。あと、パラメータあるかな。回避か。最大曲げてもそう変わんないと思うんですけどね。ちょっと今回、守備力を持っていこう。どこだい、守備力。これないよ、守備力。防御こっちか。全然ダメでしたね。行動力回復するとかの方がいいんじゃないかな。移動に上げるじゃなくてさ、ないか、そんないいものはないか。さあじゃあ行こう。すべての呂布の撃破か。すべてのって何単位。10。くだらん力にしか頼れなかった雑魚ども、来い。今度こそ俺が消し飛ばしてやる。確かにその通りですね。紫伯が戻ってきてくれたのはよかった。だが依然として危機は続いている。鬼神が3人も相手となると厳しいな。たった3人か。なんだなんだ近くない2人。鬼神2人の方近くないか。死ゆの復活は阻止できなかった。それは俺の占領のせいだ。だが今はそれを食い入るより
起きた結果を何とかしなくては。ああ、過去を嘆いても現状は変わらぬ。この場を打開するにはお前の力が必要だ。大丈夫、レベル上げてきたからな。お、いきなりやるじゃないか。負けてられないな。どうだ、正面から盾を勝ち割ってったぞ。こんなのレベルがないとできないだろ。さあどうやってやるか。正面兵器は大して強くないけど、まあ厄介に変わりはない。下から撃つか。あいつら降ってこないか心配だよね。下から撃つとしても、あとライヒンがやられちゃいけないから全力でサポートですね。貴様、生きてここを通れると思うな。ここに押し寄せる敵は全て蹴散らす。我らで呂布殿を援護いたしましょう。チェンキョイコール兵器だな。正門は呂布と兵器に守られている。まさに難攻不落だな。正面突破は避けて東側から迂回して侵入しよう。ダメだ、正面から行く。どうなろうとも正面から勝ち合ってやろうぜ。どうだ、クリティカル持ってるだろう。共鳴さえできれば割れる。まだが一応、ちょっと待って、ここ大丈夫、そんな射程ないから。あるか、凶悪だな。ダメか。ちょっと様子見よう。いい感じの位置で様子見よう。怖いしね。ああ、しまった。ああ、ライヒンだけか。そうか、多分一応に打てるのが一人だけなんだ。まさに安運てめえ。大丈夫か。どうするかな。いやいやいや、救援せよってこのゲームの経営難しいからね。よっ、生徒を得た今なお私の前に立つか。偽物とはいえ、お前をここで打ち倒し長きにわたる因縁に決着をつけてくれる。け、てめえの面は二度と見たかねえんだよ。俺が今度こそあの世に送ってやるぜ。トロヒ大丈夫だ、もうあの世にいる。ライヒン誰か助けて、しかも兵器どうにかしないといけないよな、この感じ。回復してさ、攻撃か。壊せんよね、さすがに。もう一回攻撃されちゃうよね。誰かが正面に入ってあげればいいんだろうな。共鳴さえ溜まれば。共鳴さえ溜まれば、なんということだ。溜めるか。壊せん。まあいいまあいい、みんな任せたぞい。止めできんのか、そもそも。うわ、超飛、超飛か。コーチのみ貧弱すぎるな。なら選べては超飛のみか。割って入るしかない。兵器頑張れば壊せるかな。 40% でしょ、無理だな。もう一人いればね。だからコーチのが良かったな、こうやるから。まだ兵器にダメージ与えてたし。まあでも兵器は倒した。
この後が心配だね。動かないんだあいつ。壊したれば、ね、よし、みんな援護に回るぞ。呂布1倒したぞ。乾くんだ。性能を破るのは不可能だと思っていたのに、まさか呂布も兵器も倒して成し遂げるとは。力なしでも人間はここまでやれるんだ。力しかなかったけどね。まだでもそう、玉の力ないからな。小細工せずに正面から突っ込んできたか。気に入ったぞ。さあ俺を楽しませてみろ。カタカナだと雰囲気出ないわ。呂布勘違いしてるよね。別に正面から行くなんて言ってないけど。あ、でも正面から行くのはしょうがないか。横からも行きたいな。一応カウンだけで行ってみるか。よし、カウン一人でこいつを倒そうか。やめとこうか。下手なことしなきゃ多分ターンかかるから、こっち壊しとこうか。勝った。これはここだけは倒しとこう。とんでもない方ですね。さすがド。リープ倒せるだろ。ターンを待ってみたんだ。よし、邪魔だなこいつ。ちょっかいかけてくるね、この人。ポーチは大軍にしか向かないよ、弓の性質が。もう兵器はないからね、攻めやすいね。あとはライヒンと足並みさえ合っていれば大丈夫かな。呂布降ってきた。やっぱり来るかなと思ったけど、やはり来るか。よし、超運で一人だな。耐えるだと。貴様いつものパターンか。倒していい。で、あと1回劉備の奥義がヒットするから、それで倒そうか。なかなか厄介な構成だよ。経験値が入らない。俺こそが最強の両方戦だ。来い、貴様らまとめて消し済みにしてやる。もはや信憑性がない。覚醒者だと。どうなるんだそれは。ラヒンずっとあいつの相手してくれればいい。あ、降りてきた。
降りてこないと思ったのに、ずっとあそこにいると思ったよな。やるじゃない。共鳴しやがったけど無理ですね。合わせに行かないといけない。こうだな、こう、いや、こうやったらいい。どうせ倒せないから上のやつをします。最後の一撃はどっちが持っていくかな。もちろんカンウでしょう。カンウが倒すって言ったからね。カンウで倒さないと。なれ天空の刃。超飛。まあまあどっちでもいいだろう。お。力を持つ姫。三人の騎士も退けたか。なるほど。少々相手をしてやろう。私の手で死ぬことを光栄に思うがいい。レイカさん、俺は間違っていた。この過ちは謝っても許されないだろう。ならばせめてあなたを止め、世界を。おお、99レベルでやらせる。狂ってるな。いいぞ。そうでなくては我が復活の宴は盛り上がらぬ。だがその程度ではまだまだ私には及ばぬ。時間よし、右から劉備らで、あいつは降ってくるかもな。直接来た。なぜ来るんだ。言いたいわけです。こっちから向かうのに。耐えるか。ルービー奥義2種全然食らないか。さすがだ。いや倒さん、ここは倒さんのだよ。根性入れ直してやる。消費の奥義2個。最後共鳴したかったな。カンいただくぞ。こいつは今だ。雌雄は倒れたが、未だ不穏な空気が満ち溢れている。やはり伝説の神を倒すことは人の力では無理なのか。どうでお前たちが倒すのと分かった以上、私が直接手を下すしかないか。長雲大臣。レイカ殿。これ以上時をかけては紫雲は完全に復活し、誰の手にも負えなくなる。お願い、私ごと紫雲を貫いて。お、最終決戦がありそうだね。武器がすごいよな、一個一個。これ多分終わるよね、倒せば。